今ベローガちゃんって言った？スイスイサッカーお疲れ様でした。カモガヒマルだ。分かった分かった。今日はねサッカーのちょっと特別カモガヒマルだ特別レッスンで今日はリフティングか、リフティング練習してきました。今日コーチたくさんいたね。スイスイどうだった？なんか上手くなった気分？おーい疲労、久しぶりにいっぱい運動したからか、もう暑いって言ってます疲れた？疲れましたか？明日も頑張れる？明日はドリブルだよ、頑張る人頑張ろうね、走って走ってしょうがないよ、でも頑張って。よし、じゃあちょっと何かスーパーで買いましょうか。今ちょっとお友達待ちです。今日はね、今日はね、スイスイのお友達と一緒に遊んでるよ。今から公園でお昼です。ちょっと今水分補給何その顔して。よかったね、サッカーでは疲れてたって言ってたけど、やっぱお友達と遊んでると全然元気だね。回復した？遊んで元気になった？よかった、ね、今日はどうでしたか？楽しかったかい？楽しかった。疲れた？出た、水星の疲れた日記。何が一番疲れたの？サッカー。サッカーか。でも明日明後日あるよ。まだ明日はドリブルで、明後日はキック、キックの練習だって。先生好きそうじゃん。キックと。うん。ドリブルだったら。うん。ね、楽しそうじゃん。得意なの。リフティングが難しかった？リフティング、うん、足こうやってます、ね。そうそうそうなんだよ。まあ、そうやるのよ。いや、俺はさ、俺はさ、つま先の方に向けた方が切りやすいんだよ、うん。でもそれだとうまくいかないんだよ。ヤトさんだってここ伸ばすって教えてくれてたじゃん。よかったじゃん。ね、優しいね、教えてくれてね。よかったね、兄ちゃん上手になれた？よかったね、今日はいっぱい遊べて。ずっと遊びたいって言ってたもんね。うん、で、ね、今日の夕飯は、まずサラダね、わかめと、ちょっと今もうついちゃったからぐらいだけど、わかめとオクラとしらすとトマトのサラダです。で、これが、空心菜に、ちょっと炒め物に塩昆布のけ、噛めば噛むほど美味しくなる。あ、ほんと？牛タンです、牛タン。牛タンです。ちょっとレモンがなかったからね、ちょっと今塩コショウで味付けしてたから、ちょっと塩コショウは効きすぎたかな、辛かった。あと今日マグロの刺身と納豆にナスと大葉を細かく刻んだものをかけたものです。どうだった？美味しかった？スイセイこれ刻んだの。お、ナスでもスイセイもこれは食べれたみたいです。よし、今度またやってね、いっぱい刻んだから明日もこれで食べてみよう。体にいいです、野菜いっぱい食べてね。で、今日はこんな感じで夕飯食べてきまーす。早く寝ようね今日。チャンネル登録スイリンカ TV。